ザ・オールド・サイアム・プラザというところに来ました。タクシーで来たのでタクシーで降ろしてもらったらここに到着しました。中を覗いてみます。なんか食べ物のいい匂いがしっかりしてます。フードコートみたい。すごい人がいっぱい。フードコートなのここ。どんなのが売ってるの。アイスインチみたいなやつ。あ、お弁当も売ってる。あれでも、ここはフルーツが販売されています。じゃあ向こうまでずっと人が、すごい人が並んで食べてる。中に入ってます。中はスーパーみたいな、ちっちゃいスーパーがある。ちっちゃいスーパーがあって、ここは何でしょう。本物か偽物かな。あ、本物みたい。金が売られてる。ここは携帯屋さんかな。ここも貴金属が売られてます。めっちゃ中ゴージャス。ここなんか迷子になりそう。お店が左右にいっぱいあったというか、こっちもこっちもお店が入っていて、すごい。入り口の方はめっちゃ騒がしかったけど、途中になったらちょっと落ち着いてきました。すごい派手なお洋服。派手だけど500バーツだって。この辺のお洋服は200バーツとか。めっちゃ派手、すごい派手。変なお洋服が夏物ばっかり。広すぎて、めっちゃ広すぎて。ここは靴屋さん、サンダルとかがメインですね。やっぱり南国だから。めっちゃきらびやか。アイシルクでできてるような感じのお洋服。あ、でも500バーツだってめっちゃ安いんじゃないでしょ。500バーツだって。結構な値段安い。200バーツ。200バーツ。200バーツだよ。500バーツ。こっち390バーツとか400バーツとかです。すごい派手なお洋服がいっぱい。エールとか眉毛にリップにアートメイク。ちっちゃい路地があって、ちょっと抜けると大きい通りに。あ、ここのアイスクリームあった。これめっちゃ安いですよね。49バーツだって。あ、めっちゃ並んでる。
ソフトクリームがね、めっちゃ安いんですよね、ここ。ちっちゃいソフトクリームが、番号呼ばれたら取りに行くスタイルです。ソフトクリームゲットしました。これがね、12バーツだから40円くらいかな。前この辺、このお店で買った時は30円くらいだったんですけど、すごい円高レートが悪いので仕方ないですよね。まあ、40円くらい、ちょっと少し値上がりしてる感じですけど、かわいいアイスクリームです。これ食べながらちょっと散策します。民族衣装みたいなのがいっぱい置いてあります。このコーナーは美味しいものがいっぱい、なんかすごい美味しそう。タイのお菓子、何だなんか分かんないけど、これ何作ってるんだろう。すごい油なの、これ。なんかすごい油に、油の中で泳がせて、すごいね。職人技みたいな感じ。何かわからないけど、これはお菓子ですね。これ美味しそう、パイナップルのお菓子。魚がすごいダイナミックに焼き魚が置いてある。これもお菓子。あ、これ亀も串かと思った。亀は置物で、向こうがお菓子。なんか立派の中にいろんなもの入れてる。これあの甘いやつ、果物もめっちゃ綺麗。タイの可愛らしいお菓子がいっぱい。なんかめっちゃカラフルで、これインスタでよく見るやつ。あ、これ前なんかね食べたことある、めっちゃ美味しかった砂糖菓子みたいなやつ。ルックチップなんだっけ。これも甘くて美味しい。あ、これプレゼントしたら喜ばれるだろうな、可愛らしい。これさっき作ってたやつ。ここはお弁当屋さん、ご飯屋さん、ドリンク屋さんとお菓子も売ってる。パパイヤがちょうどいい感じのパパイヤ。青いマンゴーも美味しそう。これあのちぎって食べるお砂糖のように甘いやつ。果物ね、いっぱい持って帰りたいから持って帰れないから
タイで食べるしかないですよ。お肉がめっちゃ美味しそう。ツヤツヤしてる。お弁当屋さん。売り切れ。